護衛艦いすもと加賀の F-35B 戦闘機艦載計画が進む中、馬毛島の基地建設開始、急ピッチで完成を目指す中、F-35B 戦闘機をニュータバル基地へ、7機による飛行部隊を新設したとの情報をキャッチしました。今回は、このニュータバル基地への F-35 戦闘機新設飛行隊とその中身について詳しく深掘りしていきます。概算要求で64億円計上され、本格的に F-35B 戦闘機が動き出す時が来ました。馬毛島との連携や護衛艦いずも、加賀も係留可能、自衛隊最強の配備かもしれない。2023年8月31日に防衛省が決定した令和6年度概算要求の概要の中では、臨時 F-35B 飛行隊仮称を航空自衛隊ニュータバル基地宮崎県固有郡に新設することを明らかにしています。報道によると、飛行隊の新設予定時期は2024年度末とのことです。F-35B 戦闘機は電子防護能力に優れ、短距離離陸、垂直着陸が可能とされますが、この機体を7機取得し、戦闘機運用についての柔軟性を向上することが目的であると発表しています。F-35B ライトニング2戦闘機は、短距離、垂直離着陸が可能な第5世代戦闘機とされます。日本では、岩国航空基地、山口県岩国市にアメリカ海兵隊が配備しています。滑走路のない艦艇でも発着できるのがメリットでしょう。防衛省は、海上自衛隊の護衛艦いずもや、加賀で運用する計画を示していました。ニュータバル基地に、新たに飛行隊を設置する理由については、加賀が配備されている広島県の海上自衛隊呉基地や、関西発着訓練を行う予定の鹿児島県馬毛島に、比較的距離が近いことを挙げているようですね。鹿児島県西之表市馬毛島へのアメリカ軍空母艦載機陸上離着陸訓練、FCLP。フィールド、キャリア、ランドイング、プラクティス場所移転と自衛隊基地整備によって、防衛省は、2024年度から、島内で、最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の訓練施設整備を進めることにしています。31日発表する24年度予算概算要求には、約64億円を計上、25年度中の完成を目指すとしています。FCLP に使用する滑走路の点検作業などにあたるおよそ90人規模の航空自衛隊馬毛島先遣隊仮称も24年度に配置予定になっていますから、日本とアメリカの訓練実施に向けた準備が本格化することになります。短距離であっても離陸や垂直着陸ができる便利な F-35B 戦闘機は24年度には航空自衛隊ニュータバル基地宮崎県に6機配備され、同時に試験運用する臨時の飛行隊も発足します。馬毛島に整備する施設は、海上自衛隊が、事実上の空母化を、目視水図も、片護衛艦の甲板を模した施設とのことで、これを使って、F-35B は、模擬艦艇発着艦訓練を、年間約100日にわたって実施する見込みになっています。先遣隊約90人は、中種、町に整備される宿舎から馬毛島に通勤し、基地施設の確認や規則の作成も担当することになっているそうです。馬毛島の基地整備の関連費用は、金額を示さない事項要求とし、アメリカ軍再編関連経費に盛り込みます。23年度当初予算では、契約ベースで3030億円という巨額を計上しました。アメリカ軍の訓練移転と自衛隊基地の整備が計画されている鹿児島県西之表市馬毛島に、来年後半にも航空自衛隊の先遣隊が入る予定になっています。西之表市の矢板市長は、地元の理解が重要であることに変わりはないというコメントを発表しました。つまり、住民の理解を得ることを第一に考えるという意味なのでしょう。それが実現したことはほとんどないということを、どれぐらいの国民がわかっているのでしょう。前述の通り、馬毛島では自衛隊基地の整備と、アメリカ軍空母艦載機の陸上離着陸訓練 FCLP の移転が計画されています。工事はおおよそ4年の計画ですが、防衛省は先行して2年後には滑走路を完成させてアメリカ軍の FCLP を開始する方針です。防衛省は
31日、来年度予算の概算要求では、過去最大の7兆7385億円を計上すると発表しました。その資料には、馬毛島における施設整備に関する要求も記載されています。また、関係者の話ですが、防衛省は、建設が計画通り進んでいるか確認するため、来年後半にも、航空自衛隊の90人規模の先遣隊を馬毛島に入れる方向で調整しているということです。進捗状況の確認ということでしょうか。珍しいですね。アメリカ軍が関わっているから、抜けがあっては困るということでしょうか。ここで、馬毛島について、改めて振り返ってみましょう。馬毛島は、種子島の西方 12km にあり、面積は 8.2、周囲 16.5km の島です。低地で平らな無人島なのですが、2005年、平成17年の国勢調査では、タストンエアポート社という企業、当時は、馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていたので、有人島扱いになっていました。その後、2007年頃から、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による陸上空母艦載機離発着訓練候補地として取り上げられるようになりました。そのために土地を買い上げることになったのですが、売却代金について、地権者との間に、様々な問題が持ち上がったそうです。はっきり言うと、土地代金の釣り上げですね。国が買い上げるということで、どんなにふっかけても、買ってくれるだろうと高をくくったのか、当初の予定金額よりかなり増額せざるを得なかったということです。そんないざこざを解決して、なんとか、馬毛島は、国のものになりました。そして、2010年、防衛省は、馬毛島を自衛隊施設として使うことを想定、滑走路整備による航空基地としてだけでなく、上陸演習場、事前集積拠点としての利用や、災害派遣時の物資集積場としても使うという計画を立案しました。そして、種子島などで地元説明会を開催したのです。聞くところによると、2011年、平成23年には、馬毛島開発のオーナー問題や、タストンエアポート社による滑走路建設などの事業が原因となって、様々なトラブルが発生していたようです。しかし、この島のメリットを重視していた日本政府が間に入って調べ、譲歩を図りました。アメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記し、2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海上航空両自衛隊の拠点として活用する方針を公に発表したのです。この7年間には、東日本大震災という最大の天災や民主党から、再び、自民党へと政権交代もありましたが、馬毛島のこの件については、問題なく継続していたということになります。それほど、重要な案件だったということなのでしょう。さて、2+2の方針によると、出雲、片越艦に艦載する予定で、宮崎県の新田原基地に配備される F-35B 戦闘機の離発着訓練に利用すること、さらに、海上自衛隊鹿屋基地の P-3C 戦闘機や、航空自衛隊新田原基地の F-15J を展開させること、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を有事に分散配備する先として利用することなどが盛り込まれていたそうです。ありったけというか、フル活用という感じですね。しかし、馬毛島近くの住民からすれば騒音計画ではないか、と感じられるようなものだったのです。防衛省は、当初の計画通り、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも利用するため、航空自衛隊の F-15J 戦闘機を使って FCLP で使用する空付近の騒音測定を2021年5月に行いました。そして、その測定結果を公表し、各自治体に対して説明も言ったのですが、住民の多くは高齢者が占めている現状では、どれぐらいの方々がその内容を理解したというのでしょう。理解してくれたとは到底思えないのです。国
の方針を受けた種子島の住民の反応について紹介します。西之表市配達業20代、あまり実感が湧かないけど、そうなのかという感じ。争い事がこの辺にも来ると怖いけど、前々から基地ができると聞いていたから、仕方ないのかと思う。西之表市パート70代、生活が乱れることが一番心配。孫がいるので、大きくなった時、問題が起きたら大変だと思う。矢板市長は、この際、はっきりと、賛成か反対かを言ってもらった方がいいのでは？中種町、農業70代、国がやったことだから仕方がない。防衛省の考えだから何とも言えない。住民の声としては、国が決めたことだから仕方ないという意見が多いようです。西之表市の矢板俊介市長は、防衛省から先遣隊の派遣について連絡を受けたことを認めました。そして、住民の不安や懸念を、国が一つずつ丁寧に解決していくことを強く望む。市としても適切な対応に努めたいと思っているとコメントしています。種子島島内の3市町村の中で中種町と南種町は町民も町議会も自衛隊施設整備に賛成したそうです。防衛省では陸、海、空それぞれが馬毛島での各種訓練計画を立案し、150から200名の隊員を常駐させる予定なので、種子島に宿舎を建設して、家族を帯同させ、保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は、種子島の宿舎から定期船などで通勤することになるようです。自衛隊基地の移転によって過疎化が進む種子島に、1000人ほどの若い世代の人口が増えると見込まれ、地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で消費される食料品や生活必需品は地元で購入するはずなので、島内経済の活性化にも大きく貢献するという声があります。そういったことから、種子島全体としては自衛隊施設整備を歓迎していると考える人が多いのは当然でしょうね。